きましょう。どうぞ。さあ残ったところあと2つ。続いて入場するのはコードネーム No 本業伊勢伊勢のぶ。この方普段は国家公務員です。優先講者にお勤めです。衣装も自ら制作。今日は発祥のように参りたいんです。なぜ俺はあえて苦難の道を選んでしまったのか。自ら志願した二刀流の演舞はとても険しいものでした。ある日夢を見ました。悪鳥がノブの前で美しく舞ってみてたのです。夢でヒットを得たノブ、どうやってくるんでしょう。さあ見事に鍛え上げられたこの肉体、今ここ